いやー、まさかサナエが山に別荘を持ってるとはな。しかも二つ返事で貸してくれるとか、どんだけ太っ腹なのよ諏訪工場様。たまには様子を見に来ないとなりませんからね。面倒ごとですし諏訪子様も都合がよろしかったんでしょう。でもよかったわね、こんな冬に風通し良すぎる白霊神社なんか泊まったら風邪ひくもの。夏は過ごしやすかったでしょ夏は。で、今回もアリスが怖い話持ってきてくれたのよね。とびきりのやつをね。冬の山荘でガチ怖い話って、シチュエーション完璧じゃん。それじゃあ始めましょうか。冬のガチコア、特別賞をね。もう突っ込まないからな。学生の頃、私は社会経験のため最寄りのレストランでアルバイトをしていた。仕事にも慣れてきた頃、お店の外に何か変なものが見えるようになった。全身真っ黒な人のようなもの、ふらふらとこの辺りを徘徊しているらしい。アリス先輩、大丈夫ですか？どこか顔色が良くないような。姫子ちゃん。私のことを心配そうに見つめる彼女は、後輩の木の姫子ちゃん。彼女にあの黒いものについて相談できればよかったのだけど。姫子ちゃんはさ、お店の外に何か黒いものが見えたりしない？黒いもの、ですか？何も見えませんけど。そう、この黒いものは、仲のいい後輩の姫子ちゃんだけでなく、どうやら私以外には見えていなかったようなの。ごめんごめん、冗談なの、今時そんなのいるわけないもんね。大学の課題や錬金に追われていた私は、疲れているだけだと自分に言い聞かせた。それから何度も黒いものは見えていたけど、私は見えないふりを続けていた。もし見えていることがバレたら、良くないことが起こる、と直感したからだ。どうしよう、やっぱりお店の前に何かいるし。姫子ちゃんや店長には見えてないみたい。アリス、ちょっといい？どうしたのヨウム、今日のバイト上がったんじゃなかった？アリスに聞きたいことがあってさ、終わるの待ってたの。どうやら私以外、ヨウムにもあの黒いものは見えていたそうなの。変な人だと思われそうで黙ってたんだけど、数日前からお店の外に。あなたにも見えていたのね。話を聞いてみると、私の見たものとほぼ同じ、さらにあれはただ道を歩いているのではなく、人の後をついて行っているようだ、とのことだった。それに黒いものは結構な頻度でお店の前を通っているらしい。お互いに見えていたのは自分だけじゃない、と。安堵した私たちは、お休みの日に黒いものの後をつけてみることにした。ヨウム、あれ見て。バイト先の近くの通りを張っていたところ、女性の後をつける黒いものに遭遇した。その黒いものは女性に何か囁いているようだったが、聞き取ることはできなかった。女性は体にまとわりつくものに気づいていないようだった。何あれ、怖。まるで取り付くかのようなそれの行動を目にした私たちは嫌な予感がしたが、恐怖に負けないほどの好奇心が私たちにそれの後をつけさせた。もしこの時引き返していたら、あんな目に遭わずに済んだのかもしれない。10分ほど歩くとある場所にたどり着いた。そこは某新聞社のビル、女性はあれと一緒に路地裏に入っていった。路地裏を覗き込んだ私たちは、すぐさまその軽率な行動に後悔した。なんと路地裏に霊の人のような物体が相当な数いたの。頻繁に見かけたから、あれは一人ではないとは思っていたけど、まさかこんなに多いとは思わなかった。アリス、あれやばくない？うん。帰ろうかヨウム。せっかくだしご飯でも食べて帰ろうか。そうだね。あ。私たちがこの場を離れようとしたその時、ヨウムの背後にそれは現れた。ヨウムに離れるよう声をかけようとした私より先に、それは声を発した。ねえ、気づいてるの？見えてるんでしょ？その声はかなり異様で、男性の声なのか女性の声なのかも判別できない上に、喋るたびに変なノイズのようなものが入る。私は動揺し後ろを振り向こうとしたヨウムの手を取った。そして小声で、振り向いちゃダメ。後のやりとりは全部ライムで、と伝えた。なぜこんな対応をしたのか、今になっても私自身よくわからない。ただ、それに何も答えてはいけない、気づいた素振りもしてはいけない。と直感した。とにかく何も気づいていないふりをして。
こっちが気づいていないと諦めるまで演技し続けるのよ。わかった。お昼何食べよっか。私、今日は洋食の気分かな。なら美味しい卵サンドのお店知ってるわ、そこにしましょう。無視しないで答えてよ、気づいてるんだよね。私たちが平然を装って会話している間も、それは話しかけてきた。背中に疲れ、顔を覗き込まれていた妖夢は相当怖かったと思う。お店に着いた私たちは絶品の卵サンドを楽しんだ。はずだった。変なものがついてきてなければ。ついてきたのが一つだけなら、なんとかなったのかもしれない。お前も気づいてるんだろ？わかってんだよ。そう、ついてきた奴らは増えていたの。しかも先ほど路地裏で疲れた時よりも口調が荒くなっていた。いつもなら追加で注文するほどだが、気づかないふりに精一杯で味も感じない。妖夢も同じようで、とても美味しいものを食べているようには見えなかった。ご飯を済ませた後、映画を見たりブティックに寄って暇つぶしをしたんだけど、お互いについたこの二人はなかなか離れてくれなかった。仕方なく、私は妖夢にライムで、今日はひとまず帰りましょう、これだけ気づかないふりをしたんだから。そのうちこれもいなくなるはずよ、頑張って。と送るととりあえず今日は解散して帰ることにした。じゃあ、また明日、バイトで。お疲れ、今日は楽しかったよ。そして自宅まで帰ってくると、予想通りそれは部屋の中まで入ってきて。気づいてるんでしょ？などと相変わらず話しかけてくる。いい加減しつこくて、恐怖心よりもうざくなってきたんだけど。反応したら何が起こるのかが恐ろしくて無視を続けていた。そのうちこいつの方もイライラしてきたのかもしれない。お前さっきから気づいてるんだろ？早く答えろ。と、だんだんと語気が荒くなってきて、喋る頻度も上がってきた。が、布団に入り電気を消す頃になると、さすがに諦めたのか。なんだ、本当に気づいてないのか。そう言い残すとそれは部屋から消えてしまった。もしもし、ヨウム？やったよアリス、あいつ諦めてくれたみたい。こっちもたった今消えたわ。でも、あっさりすぎる、どうも腑に落ちないわ。うん、どうしたの、アリス。ヨウム、ちょっと落ち着いて。まだどうなってるかわからないから、様子を見ましょう。もう大丈夫だって。それよりあいつ、最後に変なこと言ってたの。変なこと？嘘でしょ。その後いくら電話をかけても、ヨウムが通話に応じることはなかった。まだ、奴らがいる？時刻は夜中の2時半を回るところだった。ゲームでもして、朝を待ちましょうか。しばらくゲームで遊んでいると、朝日が昇った。まだバイトまで時間がある、シャワーを済ませた私はヨウムの家に急いだ。ヨウム、大丈夫？おはようアリス、朝から遊びに来てくれたんだね。でもごめんね、昨日の夜中倒れてきたキャブ台で頭打っちゃってさ。数日安静にしてなきゃならないんだ。そっか、命には別状ないのね、よかった。それで、キャブ台が倒れてきたって、何があったの？それが思い出せないの。私昨日一日何してたんだっけ？どうやら頭を打った衝撃で、短期的な記憶喪失になっているみたい。昨日丸一日のことが思い出せないそうなの。そうなんですか、丸一日。おばさんお茶入れてくるから、アリスちゃんヨウムのこと見ていてあげて。はい、私のことはお気になさらず。そういえば聞きたいんだけど、あの黒い人のようなもののこと覚えてる？黒い人、何のこと？え？昨日丸一日の記憶が抜けたというより、黒いものに関する記憶が消えた？
どういうことなの？その後ヨウムは3日ほどでバイトにも復帰し、おかしなところもない。気になるのは、路地裏に大量にいたあれは何だったのか。あの態度からして、ろくでもない存在なのは間違いない。ちゃんちゃん、やっぱりあれ、気づいたものの記憶を消してるみたい。でも、あれから見えないし、もう大丈夫よね。お前、やっぱり。気づいてわかったんだな。異常が私とヨウムの身に起きた会による恐怖体験よ。ちょっと待てよ、気づいてるのがバレたら記憶が消されるんだろ？実体験ならなんであんたにその話ができるのよ。さあ。どうしてでしょうね。ご視聴、ありがとうございました。動画を気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。不定期更新ですので、ベルマークも押していただけると嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。みんなは変なものが見えても絶対相手にしちゃダメよ。